オパンセラリスはソラリスオペレーティングエンバイロメントテクノロジーを基本としたサンマイクロシステムズが始めたオープンソースプロジェクト及びプロジェクトからリリースされるオペレーティングシステムの故障である。以後区別のため前者をオパンセラリスプロジェクト、後者をオパンセラリスと故障する。オパンセラリスプロジェクトはソラリスのオープンソース開発を目的とし、 主にソラリスのユーザーや開発者を対象として、ユーザグループ、ユーザコミュニティが世界各地で活動している。しかしながら、2010年8月13日に、オパンセラリスイズオフィシャリーナウデッドとの表現があるオラクル内部で回覧された文章をもとにした情報が出回り、混乱が生じた。後に、オラクルはオープンソース化自体は維持するものの、 いわゆるナイトリーコードの公開を取りやめることを明らかにしている。2010年9月14日にオパンセラリスのフォークとしてオペニンジアナプロジェクトの設立が発表された。オペニンジアナの目的はオパンセラリスの後継となりソラリス互換のフリーな OS を開発することである。またほぼ同時期にソラリスの完全オープンソース化を目指したイルーモスプロジェクトが始動している。 オペニンジアナは将来的にこの成果物を使用する。オペニンジアナはオラクルの支援は得ていない。これはレッドハットエンタープライズリナックスとセントスの関係と掃除する。同プロジェクト曰くフォークではなくスポークとのことである。なお、紛らわしいのであるがインディアナはオパンセラリスの開発名でもある。これが2010年後半の混乱に拍車をかける。 結果にもつながっている。OSI 承認の CDDL を用いている。これは3マイクロシステムズが特許訴訟対策を考慮して MPL を修正したオープンソースライセンスである。AB プレスリリースオペニンジアナオペニンジアナウィキハット3マイクロシステムズファイルシステム ZFS のソースコードを公開3ソラリスのオープンソース版 オパンセラリス2008.05を、正式リリース、オラクル、オパンセラリス CD 配布プログラムを廃止、中国 OSS、オパンセラリス、オラクルと分裂化2010-08-23オグブ、アジェンダ、ハットモーションコンサーニングでソリューションオブザオグブ。ありがとうございます。